ポール・アブラーム・デューカスはフランスの作曲家。彼の姓の日本語での表記はデュカスとデュカの二通りがある。フランス語でデュカス、ダイカス、デュカ、ダイカの両方に読み得るため、日本語でもこのように表記が並存している。一方1955年にデュカス一族の友人から BBC の発音担当部署にポール・デューカス自身が S を発音していたとの証言があったという。 フランス国内では、デューカと発音されていることが多いという説もあるが、本記事においては、記事名に順じて、以下、デューカスと表記する。デューカスは、孤独を愛し、作品は、完璧を目指すため、1年に1作、あるいは、アリアーヌのように10年を要したものもあった。1920年代には、大半の作品を破棄してしまい、今日残るのは20曲ほどと言われる。 同世代のクロード・ドビュッシーとは親しく交際していた。作曲家の弟子として、メシアン、デュジュフレ、ポンセ、ロドリーゴらがいる。彼がメシアンに与えた助言、鳥の声を聞きたまえは、メシアンのその後の作曲の根本的な言語の一つとなった。1865年10月1日、銀行家の父ジュール・デュカス、ピアニストだったウジェニーの次男として、パリで生まれた。 ウジェニーはポールが5歳の時にピアノのレッスンを受けさせたが、彼は14歳になるまで特段音楽の才能を示さなかった。1881年の終わりに16歳でパリ音楽院に入学し、ジョルジュ・マティアスにピアノ、テオドール・デュボアに、家政法、エルネスト・ギローに作曲を指示。この時出会った音楽院の同僚、ドビュッシーとはこの後生涯続く友情を結ぶことと、 なる。ごく初期の作品に、序曲、リアウォー、序曲、ゲッツフォン・ベルリヒンゲン等がある。1886年には、大移法と、風ガで一等を終え、1888年作曲の、カンタータ、ベレダでは、ローマ大賞、第二等を含むいくつかの賞を獲得したものの、翌年は入賞できなかった。失望したデュカスは1889年に、 音楽院を去り作曲家の道を捨て、ルーアンで従軍する。しかし、同地の軍楽隊でバンドマスターと地偶を得たのが契機となり、除隊後に作曲家及び音楽評論家としてのキャリアをスタートさせることとなる。評論家としてのデューカスは、習慣批評、音楽批評、芸術記、芸術新報の隠し上で活躍し、400を超える評論を執筆した。時には、 自作品に対しても厳しく批評を行った。もともと完璧主義者の彼だったが、多くの評論を執筆したことで、より徹底され、上記のように自身の作品の多くが破棄されることとなった。作曲家としては、1892年にラムルーの演奏会によって初演された序曲、ポリウクトで本格的なデビューを果たした。コルネーユ作の悲劇に基づいた、この序曲は、 同時代の多くのフランスの作品のように、ワーグナーやフランクの影響を見せながらも、すでに、デュカスの個性が現れ始めている。ポリウクトの成功の後、1892年に、自身の台本、ホーンとイムニルドによる、オペラ作曲に着手した。彼唯一の公共曲、公共曲派長長では、ドイツ音楽に見られる、構造性の中に、 印象派に代表されるモダニズムを昇華させることに成功し自身に大きな実りをもたらし、この後彼の最も有名な作品である公共的スケルゾ魔法使いの弟子を生み出すこととなる。魔法使いの弟子の後、二つの大規模なピアノ作品、ピアノソナタ編歩短調、ラモーの主題による変奏曲、感想曲、フィナーレを作曲する。特にピアノソナタは、 彼の代表曲であるのみならず、デュカスの中だけでなく、フランスピアノ音楽史史上最も野心的な作品、とも言われている。十分にレパートリー化されているとは言い難いものの、デュカスの弟子であるジャン・ユーボー、フランソワルネ・デ・シャーブル、最近でもマルカンド・レ・アムラン、マーガレット・フィンガー・ハット等多くの演奏家が定期的に取り上げている。1899年には2度目のオペラ、 アリアーヌと青ひげの作曲に取り掛かり、7年後に完成。1907年に初演が行われ、多くの賞賛とシェーンベルクラ同時代の作曲家の関心を獲得した。この作品は、同じくメーテルリンクの儀曲が用いられたドビュッシーのペレアスとメリザンドと音楽的な類似性がある。彼の最後の主要な作品は、ロシアバレエ団によって委託されたバレエ、ラペリであった。 1916年、ポルトガル系フランス人のスザンヌ・ペレアと結婚。スザンヌは1919 19年12月に、娘のアドリエン・ヌ・テレーズを出産した。晩年には作曲の教師としても知られるようになった。シャルル・マリー・ビドールが1927年に、パリ音楽院での作曲家の教授を退任すると、デュカスが公認に任命された。また、パリのエコール・ノルマルでも、 共鞭を取った。ラペリーン創作からは離れていたが、1920年には、1918年に亡くなった生涯の友ドビュッシーへの強くとなる、牧神の遥かな嘆きを、1924年には、詩人のドロンサール生誕400周年を記念した、ロンサールのソネットを作曲している。1934年に、フランス爆心会員に選出される。 翌1935年5月17日、69歳で、パリにてエミン。パリのペール・ラシェーズ墓地に埋葬されている。パリ音楽院でのデュカスの作曲クラス。左後列二人不明。左前列より、ピエール・マイ・アールイコール・ベルジェ、エルザ・バレーヌ、イボン・ヌ・デポルト、トニー・オーバン、ピエール・ルベル、ジョルジュ・ファーブル、ポール・デュカス、ルネ・デュクロ、ジョルジ・ュ・ウォン、モーリス・デュ・ルフレ、 右前列イス、クロードアリュー、オリビエメシアン。ありがとうございます。